ラジャです。ディズニー大好きリのプラフェフェです。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。さあ、というわけでございまして、久しぶりにこのモードでお話しさせていただく動画というようなことで、今回はね、偏見だったり、モノマネだったり、クイズだったり、あるあるだったり、そういうようなものを一旦置いといて、逆に言うとそこの部分でお届けできなかった情報というか、僕が熱弁したい内容をこの動画の中に内包させていただくというような形でございまして、もちろんテーマはファンタジー スプリングス2024年 6月6日に新しく東京ディズニーシーに誕生する8つ目のテーマポート。これについてお話させていただきたいんですけども、もちろんこのね、深く深く、そして長い時間いただいて喋っていただく、喋らせていただく動画となりますので、こっからどん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 盛りだくさんの内容をお届けできたらなというふうに思ってるんですけども、まずは1本目っていうようなことで、ネタバレの部分のね、心配をされている方もいらっしゃると思います。なので今回どういうような話をするのかっていうふうに言うと、エリア全体の話です。 ファンタジースプリングス、こういうようなエリアでしたよ。そこの中に隠されている工夫だったりとか見どころ、こういうような部分は写真と一緒にお話しさせていただくんですけれども、アトラクションはこうなってねとか、そういうようなお話っていうよりはエリア全体のお話なので、そこは。 えー、一つ、ご安心していただきつつ、えー、ご了承いただけたらなというふうに思っております。それすら嫌だよエリアの中の写真見たくないよっていうような方は、一旦ここで回り右した方がいいかもしれませんが、えー、ぜひぜひですね、こういうような部分もあるんだよというようなことを、えー、知って中に入っていただくと、より深く一層楽しめるんじゃないかなというふうに思っておりますので、よろしかったら最後までお付き合いいただけたらなというふうに思っております。さあ、ファンタジースプリングスなんですけれども、まあ、そもそもどういうようなエリアなのか。 まあもちろんね、穴雪があるんでしょうとか、ラプンツェルがあるんでしょうとか、えー、ピーターパンがあるんでしょう。そのようなことはね、えー、おそらく皆さん知っての通りだとは思いますし、なんとなくの映像だったり写真だったりとかは SN、SNS だったり、テレビだったりとかで見かけたことがあるかもしれませんが、どういうストーリーの場所なのか、ここの部分はね、まだ知らない方が多いと思います。もちろん公式サイトに、えー、簡単なね、紹介はあったりとかするんですけれども、この物語がどこに書かれているのかっていうふうに言うと、ファンタジースプリングスホテルの中にあるファン ファンタジースプリングスギフトというお土産屋さんの中にこのエリアのストーリーがすべて書かれてるんですよ。ここのね、内装だったりとかこれがいいんだよみたいなものがものすごくたくさんあるんですけども、本日一旦そこは置かせていただいて、まずはストーリーの方、簡単に説明させていただくと、壁に英語でこうやって書かれてるんですよ。要約するとですね、まず、好奇心旺盛でガーデニングが趣味の妖精が言いました。ガーデニングが趣味の妖精ってなるんですけど、一旦そこ置いといて、それかもえー、こう庭作り、 がねすごく好きな妖精さんが、すごく好奇心旺盛な気持ちをもとにこうガーデニングしてたんですって。そしたらですね、ある日すごく遠いところで様々な物語と出会ったんです。それは自分の好奇心に従って、ああ、あっちになんかあるなーって言ってみたら様々な物語と出会った。それがものすごく素晴らしい魔法の物語だったんで、その思い出のようなものを自分の家に持ち帰り、自分の庭で再現することにした。 っていうようなストーリーがまずあるんですよ。えー、おそらく皆さんね、えー、勘の言い,い方をお気づきの通り、この妖精が作ったそのお庭こそが、このファンタジースプリングスの両サイドのエントランスにあるプリンセス顔面岩たちですね。あの、ナルトのほかげみたいな感じでプリンセスたちがこうやって、えー、岩で、えー、描かれてるというのは、妖精がこの物語を再現したっていうようなストーリーから入ってるんです。そしてこの話はここで終わりではなくて、その、 えー、妖精さんが作り上げた、この魔法の泉をさらに後々、あるお姫様のような、えー、ま、 えー、不人公爵っていうような訳され方なんです。まあ、簡単に言うとお姫様。このお姫様がですね、また魔法の泉を、あら、なんて素敵な泉があるのっていうので見つけるんですよ。そして、あら、何やらなんか小川が流れてるじゃないっていうふうに、たーってこう、追いかけていくと、またあの妖精たちが出会った魔法の物語たちと出会っていく。そんな、えー、こんな素敵な場所を気に入ったお姫様は、ここにお屋敷を建てることにして、友人たちを招待することにしていきました。そう、それがファンタジースプリングスホテルです よというようなお話。つまりは、このファンタジースプリングスというようなテーマは、テーマポートは、この妖精が出会った。 この物語たちが中に詰まっていて、そしてそこにいざなわれる魔法の泉がエントランスに置かれているっていうようなところから物語がスタートするエリアっていうふうになってるんですよ。なので、両サイドにこの泉があって、その小川であったり川だったり、まあ水をたどっていくと、皆様にも素敵な物語が待ち構えていることでしょう。というようなのが、このテーマポートの、えー、設定というか、ストーリーの始まりというふうになってるわけなんですね。 ここからですね、このエリアの中の作り込まれ方、ここについてお話しさせていただきたいんですけれども、エリア、入り口が2つあるんですよね。 まず1個がファンタジースプリングスホテルの方から入っていくことができる。ミッキーだったりだとかね、それぞれのプリンセスたちがいるこの1、えー、つ目の入り口。そしてその反対側、パークと繋がっているアラビアンコースト、ロストリバーデルタ側から入ることができるこっちの入り口。こっちの入り口にもラプンツェル、アナとエルサ、それからオラフ、えー、パスカルもいますし、ピーターパンたちがいるっていうこの岩。えー、ここのそれぞれの、えー、泉の中から 泉をたどっていくと、さっき言ったように物語だ、物語たちと出会うことができるっていうようなエリアとなっているのがファンタジースプリングスなんですね。それぞれ注目していただきたいのが、まず今言ったアラビアンコースト側。ピーターパンとか。 アナとエルサーとかがあって、その洞窟の中をくぐっていくんですよ。この洞窟の中をくぐっていくと、わーっと広がっているこの物語の世界。この洞窟の中をくぐるっていうようなものは、小説だったりだとかね、えー、さらにはアニメーションだったりとか、童話だったりとかが好きな方からしたら、すごくこうくすぐられますよね。この一つのトンネルをくぐったその先に広がる未知なる世界という、この演出。それを作るために、まずここのトンネルがある んですよというようなワクワク演出がここに一つ仕掛けられているんですけどもその反対側ファンタジースプリングスホテル側から入っていく時にはトンネルはないんですよあそっかそっかこっちはなんかまあ普通に入っていくのか違うんですよ物理的にトンネル作るのはまあ難しいこと難しいよねっていうことでトンネルの代わりに何があるのかっていう風に言うと木々を塗っ で、その先に広がっている世界っていうような形で、実際に行っていただいたらわかるんですけども、こっち側からね、ファンタジースプリングスホテルから入っていただくと、全部木なんですよ。見える景色が全部。ちょっと手前のところに、わ、あんなところに、あの、魔法の鏡があるわ、とか。 あら、こっちにありエるとかいうのあったりはするんですけど、その奥の、じゃあこっから先ファンタジースプリングスの家に遊びに行こうってなって、バッて見てみたら、別にすぐさま海賊船が見えるわけでも、塔が見えるわけでも、アレンデールが見えるわけでもないですよ。めっちゃ木々。すげえ木々。しかも、湾曲してるんですよ。道を湾曲させて、かつ視界を木々でオール 覆うことによって、あのトンネルの中をくぐっていく未知なる体験へ向かうためのこの探検感というか、その先が見えないワクワク感をこっちは道と木々で演出しているというようなそれぞれの入り口の作り方。これがまずたまらなくて拍手なんですけれども、拍手はまだまだ続きます。はい。エントランスで、わーすごい入り口の作り方ってなって、 エリアの中入るじゃないですか。そっから2時間は拍手し続けると思ってください。実際に僕新エリアの中入って1時間2時間ぐらいは天才かよしか言ってない。入って天才かよ。マジかよ。おい天才かよ。おいおい天才かよ。ずっとこれ。 ぐらいすごいです。何がそんなに天才と言わしめるのかっていう風に言うとですね、もう一個このエリア全体に仕掛けがされているんですよ。っていうのもですね、こうやって中に入っていくじゃないですか。木々を抜けて、わあ、いろんな世界が見えてくるっていう風になって、進んでいったら、まあ、ラプンツェルの塔であったりだとかがり、出会っていくんですけども、まあ、迷う。 アプリを見たら、そりゃバカじゃないんでね。あっちにこっちがあるなっていうのは分かったりはするんですけど、アプリなしで一回皆さん全員歩いてみてください。こんだけ僕が迷うよって言っても全員迷うから。なぜならば、すっごい奇々まだ奇々ゆけどもゆけども奇々これ理由2個あるんですよ。まず1個目。皆様の冒険のため。 それぞれの世界、どんな物語と出会うか、この冒険を皆様に作り出すために、あえて迷いやすく作っているような、この中で迷いやすい、この木々で囲まれたこのエリア全体っていうようなのが、この木々、木々、木々の一つの理由。もう一個理由があるんですよ。なぜ木々、木々、木々なのか。これがですね、わかりやすく言うと、三つの作品が入ってるんですよね。ピーターパン、ラプンツェル、アナ雪、それぞれ。 例えば、アレンデール、アナ雪の世界からは、ラプンツェルの塔も、ピーターパンの船も、見えないんですよ。見えないんですよ。なぜなら今、あなたは、アナと雪の女王の物語の世界の中にいるから。 ラプンツェルのこの森の方に行くと、今度はさっきのピーターパンの船だったりとか、アレンデールのエルサの城とかが見えないんですよ。ラプンツェルの物語の中にいるから。ピーターパンのネバーランドの方に行ったら、またエルサの宮殿であったり、ラプンツェルの塔とかが見えなかったりとかするんですよ。なぜならば物語の中にいるから。それぞれの物語の中に没頭することができるように、それぞれを木々で隠してあげるというような演出。ここが素晴らしいわけなんですけども、それだけじゃない。まだ拍手してるでしょ。 まだ拍手が終わらないんですよ。さらにもっと言うとですね、この物語の世界の中に入っているときに、あっちでプロメテウス火山噴火してるわけがないんですよ。あっちでクリスタルスカルがぶち切れてる遺跡が見えるわけがないんですよ。もっと言ったらアレンデールの世界の中からは、ネバーランドやラプンツェルの塔が見えないのと同じように、アラジンのいる宮殿が見えるわけがないんですよ。なので、 ファンタジースプリングス内にいるときには、ファンタジースプリングス内にある他のエリアだけじゃなくて、ディズニーシーの中にある他のエリアが見えることもない。もちろんすぐ近くにあるはずの東京ディズニーランドも見えない。常にこの物語の中に没頭することができる。見えるのは、 帰るお家というか、一番最初に言ったファンタジースプリングスホテルが奥で見え隠れするだけ。それぐらいの没頭させるこのエリアの作り方、内包の仕方、これが素晴らしいわけなんですよ。すごい細かいようなポイントを言うと、それぞれのエリアの BGM も干渉し合わないようになってるんですよ。これショート動画でちょっとだけ言ったりとかしたんですけども、 ディズニー好きの中だったら結構有名ですよね。隣と,鳥屋の、えー、隣,と隣のエリア、エリアからエリアへ移動するときに、このそれぞれの BGM がガシちゃんってなって、ノイズにならないように、間のところには滝を流して、その滝でそれぞれの音をかき消すことによって、スムーズにエリアのこの BGM。歩いていったら、今アドベンチャーランド、滝が流れてるウエスタンランドっていうような移動ができるようになっているっていうような、この BGM トリビア。ファンタジースプリンスの中。3つのエリア。 もっと言ったら、それぞれのエントランスのところでも別の音楽が流れてるので、4つの BGM が混合しているのがファンタジースプリングスっていう風になってるんですよ。もちろん泉なので滝のようなものはあったりとかするんですけれども、それぞれのポイント、ポイント全部に滝を流しているわけはないんですよ。なんだったらほぼ滝流れてないんですよ。なのに、BGM は干渉し合ってないんですよ。 そこもまた素晴らしいポイント。ごっちゃになってたら物語がガッシャンってなってるところがあるっていうことになっちゃうもんね。本を読み進めていったら、あれここは左がラプンツェルの絵なのに右の文章はアレンデールの文章だわなんていう本嫌じゃない。一冊一冊分けてて欲しいじゃない。っていうようなので BGM もちゃんと分けてある。どうやって分けてるのかっていうふうに言うと、これはちょっとネタバレというか種明かしになっちゃうんですけれども、シンプルにスピーカーのそれぞれの音の強弱です。 シンプルに工夫というか、シンプルに一個ずつの微調整でくぐり抜けている。そこはもう素晴らしいです。なんだ、そんな簡単なことか。そんな簡単なことじゃないんですよ。滝を流すっていうアイデアも素晴らしいんですけども、滝さえ流していれば両方消えるから、それは簡単なんですよ。滝流しちゃいいから。こっちに関してはすごく繊細に音をコントロールしてるんです。で、その間で、 音楽の流れない鳥のさえずりとかが流れるゾーンとかも作ったりとかしてるんですけど、そういうような工夫とかを作って BGM を干渉しないようになってるっていう。そういうのうな作り込み方をされてるんですね。まあ要するに、それぞれの物語が干渉し合わないように、視界。 いわゆる目で見える情報であったり、耳で聞く情報とかを一つ一つ区切っている。それは中で三つに分けてるし、そこ、外とも混ざらないようにしているというエリア全体の作り方をしているんですね。これがまた素晴らしいんですよ。さらにですね、このそれぞれのエリア、もっと言ったら東京ディズニーシー、東京ディズニーランド全体でもそうなんですけれども、それぞれ皆さん、おそらくこの動画見てくれてる方ってね、え、もちろんディズニー好きの方もいれば、ディズニーとっても詳しい方もいると思うし、オタクの方もいらっしゃると思うんですけども、 なんとなく頭の中でそれぞれのエリアを思い浮かべてほしいんですよ。これはファンタジースプリングスじゃなくてもいい。えー、ミステリアスアイランドでもいいし、メレテルニアーハーバーでもいい。アメリカンウォーターフロントでもいいし、アドベンチャーランドでも、ウエスタンランドでも、クリッターカントリーでも、えー、トゥモローランドでもいい。それぞれのエリアを思い浮かべてほしいんですよ。例えば、トゥモローランドを思い浮かべてみてっていう風になったら、人によっては違うかもしれないですけど、おそらく多くの方が正面にスペースマウンテン見えてません で、右側にバズがあって、左側にスティッチのエンカウンターがある。あそこの正面の通路の子になんか立ってる気がしません、ね。ウエスタンランド想像してみてって言ったら、正面にビッグサンダーマウンテンがあって、左斜め前にカントリービアシアターがありません。何が言いたいかっていうと、実は東京ディズニーリゾート、もっと言ったらディズニーリゾートのそれぞれのエリアって、ここからが一番バッチリ決まるよねっていうような、 映画で言うところのベストショットのダイジェスト的なシーンが見ることのできる、この画角最高っていうようなポイントがあるんですよ。それはファンタジースプリング,ス,リングスも例外ではなく、アレンデール、ラプンツェルの森、それからネバーランド、それぞれのポイントの中で、ここから見たら、このエリア、絶景。 系だよっていうポイントがあるんですよ。これはぜひ皆さん行って自分の足で探してみていただきたいっていうのがあるんですけども、特に注目していただきたいのがラプンツェルの森。ラプンツェルって物語で行くと、森の中でフリンライダーが彷徨って彷徨って彷徨って行ったらたまたま見つけた不思議な塔。ここからお話が始まっていくんですよね。そう、ラプンツェルが暮らしているあの塔って森の中に隠されてるんですよ。っていうことは、 そういうことなんですよ。木々がずっと多い多い多い言ってましたよね。ラプンツェルの塔、あるポイントを除くと、それ以外のところからは、塔はちらっと見えるんだけれども、全部木々で、7割ぐらいは隠れるようになってるんですよ。 塔がバスーンって正面からしっかりと見れるポイントって、ある一つのポイントになってるんですよ。ここから見たら塔が全部見える。それ以外のポイントからは木々で隠れている。なぜならばラプンツェルの塔は森の中に隠されているから。そういうような物語と、この、ここから見ると素晴らしいよっていうようなこのポイントの作り方。そういうようなポイントでも楽しむことができるのがこのファンタジースプリングス。これぐらい喋りたいんですよ、僕は。 普段ね、YouTube ショートだったら1分以下、TikTok とか Instagram だったら、Instagram だったら1分30秒以下、ここに合わせて僕は喋らないといけないから、すっごい一言しか言えなかったりだとか、スーツを着て喋る内容とかもギューってしないといけないんですけど、これぐらい喋りたい内容がすごくたくさんあるんですよ。どうファンタジースプリングスやばいでしょそれだけじゃないんですよ。最後にもう一個。全体に魔法をかけてるっていうような話をさせてください。これが一番わかりやすいのがアレンデルなんです。 穴行きの世界のある、えー、穴行きの世界の広がるこのアレンデール。半端じゃないんですよ。ここのね、ストーリー的な部分、どの時系列なのこの建物がこれだよ。トイレがね、素敵だよとかすごくたくさんあるんですけども、まず全体のこの魔法の話をさせていただきたいんですよ。どういうようなことなのかっていうふうに言うと、入ってですね、なんとなく映像とかで見ましたよね。奥の方にエルサの宮殿もあって、わー素敵みたいな感じ。中に入って見たらみんな思うんです。エルサの宮殿むっちゃ遠いじゃん。 むっちゃ遠くないエルサの宮殿。ってなるんですよ。で、まあもちろんね、普通に見たら、ああ、エルサの宮殿だーってなるんですけれども、見れば見るほどすげー遠く感じるんですよ。あれ、遠くねえかっていう。でも実際の距離はっていうふうに言ったら150メートルとかそれぐらいなんですよ。皇帝の端から端とかそれぐらいの感じ。確かに遠いっちゃ遠いけれども、実際に見てるとそれ以上にものすごく遠く感じるんですよ。これ、どうやって遠くしてるのか。 ははん、フェイさん、私それ知ってるよ。強化延期法でしょ。そうなんですよ。強化延期法なんですけども、今まで知ってる手法とは違うやつなんですよ。例えば、シンデレラ城だったらね、上からね、えー、下から上に行くに従って石がちっちゃくなってるとか、ワールドバザールだったら柱の太さが細さがとか、そういうような話とかなんですけど、これに関しては、 またちょっと違う作りなんですよ。どういうようなことなのかというと、使ってる手法は大きく分けると2つ。1個目に関しては、分かりやすいところで言うところの、えー、ディズニーランドのファンタジーフォレストシアターと同じやつです。ファンタジーフォレストシアター、ニューファンタジーランド、美女と野獣の世界ができた時って、奥になんか山ないってなったじゃないですか。何あの山どうやって山作ったのあれ、どっちっていう。マジ山それとも、 あの、フィクション山どっちってあの山があったじゃないですか。あれと同じようなことなんです。まあどういうようなこと言うと、絵を描くのと同じように、遠くのものは淡く見えるよね。色が若干霞んで見えるよね。っていうようなのだったりとか、当たり前ですけど、遠くに言えば遠くに行くほどちっちゃく見えるよね。 で、エルサのこの宮殿の周りって、小屋とか木々がたくさんあるんですよ。崖の上にエルサの宮殿があるんですけど、その周りに木々とか小屋があるんですよ。この木々とか小屋の大きさを、より、 誇張してちっちゃく書いたりちっちゃく置いたりとかするっていう。それを周りの小屋とのバランスとかを絶妙に配置して、いわゆる絵を描くように遠くにしているっていうのがまず一つの手法としてあるんです。これにもう一つの手法を重ねてるんですよ。これがマジでやばい。どういうようなことなのかっていうふうに言うと、アレンデールの中歩いててなんとなく思うと思うんですよ。若干窮屈。若干。 若干窮屈。どういうようなことなのかっていう風に言うと、1階の高さ若干下じゃね天井ちょっとだけ低い気がしてね街灯ちょっと近くね全体的に建物だったり、街灯だったり、屋根だったり、全体的に重心が下目なんですよ。この重心が下目っていうのは、そのまま意味の通り、 えー、一階のこの高さの部分を下にしているっていうのもあったりだとか、もっと細かく言うと、下に重いもの、上に、えー、軽いもの、えー、どういうのかというと、あと、外頭を、外灯を普通に一本縦にボーンって置くんじゃなくて、下にドスン え、下が5つ目、上ちょっとシャープ目っていうふうにすると、重心は下に来るじゃないですか。ファッションとかもそうですよね。下ダボダボ、上ちょっときつめの、えー、タイトめのシャツとかしたりすると、下にこう重みが出るじゃないですか。全体的にそれをやるんですよ。そうすることによって、どういうふうになるのかっていうと、近いものをより近く感じるようなんですね。で、 さっき言った1個目の手法、遠いものをより遠く感じるっていうなので、エリア全体を近使って近いものを近く。遠いものは絵を描くように遠くするっていうようなことによって、より遠く見えるっていうような手法を使ってる。これがもう効果抜群とは、このこと、むっちゃ遠く感じるんですよ。いわゆる、今僕がここで指1本立てたところで、えー、カメラの距離ですけどね、えー、これぐらいっていうふうに思っても、こういうふうにされたら、 ちょっと指遠く見えるじゃないですか。みたいなことです。みたいなことをやってるよっていうようなことなんですけども、これをエリア全体でやってんのか、やーべえなっていう。そしてこの手法は、ラプンツェルの塔の背景の崖であったりだとか、もちろんピーターパンの火山だったりとかも使われてたりとかするんですけども、そういうような遠く見せるであったりとか、そういうような手法とかもあったりとかするわけなんですね。えー、もうちょっとだけね、えー、この遠近感とか、そこの表現方法とかに行くと、 ラプンツェルとアナ雪のこのアレンデールの世界。こことピーターパンの世界の描かれ方が違うんですよ。今、色の塗り方の部分につ,っついてちょっと触れましたよね。絵を描くようにより遠く誇張して描くんですよってやるんですけれども、全体的にアレンデールであったり、ラプンツェルとかに関しては、とにかくリアル。リアルにあの世界の中に入ってきたっていうような世界観を作り上げられてるんだけど、ピーターパンに関しては、入ってみたらすぐ気づくと思うんです。全体 全体的になんか、フィクションっぽいなって。作り物感がすげえなっていう。もちろん本物の木とか生えてるんですよ。でも全体的に作り物感がすげえな。これはでも当たり前なんですよね。実写作品を見てるときには実写。えー、アニメーション作品を見てるときにはアニメ。それと一緒。アレンデール。 アナと雪の女王だったり、ラプンツェルに関しては CG アニメーション、ピーターパンに関してはセルアニメ、手書きアニメの時代なんで、手書きアニメの世界の中に入るっていうようなことで、火山であったりだとか、えー、船であったりとか、それぞれの色の塗り方であったりだとか、一つ一つの作り物のこのリアリティ影それが全然違うように、ここは二つの、二つの作品とピーターパンので明らかに使い分けられてるんですよ。ここもまたね、違う物語に入ってきたぞって、 体感させるっていうような非常に美味しいポイントなんですよね。美味しいって言葉出ちゃったよ。っていうようなね、味わい深いポイントとなってるわけなんですね。えー、そんな感じでね、エリア全体についてお話させていただきましたけれども、なんといってもこのエリアの中に入って体験することができる非常に濃密な物語の体験。皆様。 もう大いに期待してください。入って歩くだけでたまらなく楽しいから、あなたがその、えー、あなたがこの物語の世界に入ってくることをあの妖精たちが待ってくれていることでしょう。ちなみに、ガーデニングが趣味の妖精って言いましたけど、妖精が物語と出会って自分の庭をいろいろ作って再現しました。もづ作りが得意な妖精ちょっと と聞き覚えあるな。でもこれは実際にこのエリアの中にその正体が描かれたりとかするわけではないのであくまでも想像の話としてそうだったら楽しかったりとかするかもな。へえ、ものづくりが、えー、得意な妖精があのエントランスを作ったんだ。そこの部分も想像がかき立てられるような部分ですよね。えー、さて本日はですね、ファンタジースプリングスこのエリア全体についてのお話をさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。またがいました。